など誰にもわからないんだ。この間巨人に食われた者はおよそ1万にも及んだ。その数25万人、存者はわずか百数十名。機関人、巨人に遭遇。捕まえた悪口でかいくさ、歯が多いけど縁ではなく、息苦しい。それは失敬を踏んだ。なれば人類なんかいつでも滅ぼすこと。食われてる光景を眺めているんだ。イエガー先生、お待ちしていました。いい加減にしろ。おじさんたちと一緒に行けば。死んじゃうよクソ野郎。お前らなきゃこうだ。こうだって当然だ。もう立ち上がるな。え、やめろ。兵長、彼はもう安心したように眠っている。巨人の恐ろしさを知った者はここから去るがいい。生まれた時から自由だ。どれだけ世界が残酷でも関係ない。おい、お前マルコか。何ですかこれは。だが死者、行方不明者207名。ベータ、父さん、帰ってきたぞ。伝えてくれ。無力索敵、ほぼ壊滅。誰かいないのか。
下手に利口な教師から空を飛ぼうとしたバカな夫婦も、飛ばなければ。彼が誰か分かるな。私たちがいくつもの死体を運んだこと、うちのせいでストエスクの人民が120人死にました。私だけが自分のために戦っているのだと。そういう人たちの方が圧倒的に多いはずなのに。エースを叩け！本当の悪魔はどちらか教えてやる。やめろ、みんなやめろ、クロイスだ。何も成し遂げることなく生きたまま焼かれた。飛んでいけ、お姉さん。交えた打撃技は他より多少でかいってだけの巨人がまさか。なんで首をくくる前に僕たちにあんな話したんだろうって。パラディ島勢力へ。
に参加した要人らで置けなくなった。くっ、山とまめ民間人を殺した子供も。広場からできる。待て、ガビ、行くな。どこからだ。ガビ、逃げろ。おい、大丈夫。の死骸を調べた結果、爆破され粉々になったジークの体が部分的に見つかった。寝食を共にした友であっても、こちらを疑ったマーレ人は全て。何百もの巨人が町中に湧いて出たからだ。息子の喉を裂いて死んだ。君ならきっと見つけられる。私はいつでも。あのバイタは汚れた。動かないで。ガビも静かに。ハギトと鎧が動き出すぞ。屋根にいる。チェック、回り込め。が命を落として伝えたように、我々には真の英雄ヘイロスが必要なのだ。リータイムおよっとキリシタは最後まで俺の方が上だって。ブリハーデス、ある仕事は自分、すべての行いは。さっきに！しっかりしろ！地ならしの最後尾か。やっとこの地響きから解放される。
俺は望んだんだ。 でも、諦められないんだ。